法上影広天正7年2月3日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。上杉氏の家臣。法上高弘の嫡男。通称は、単語神。天文17年、法上高弘の嫡男として誕生。永六六年、父、高弘と共に、馬屋橋城に入り、主君、上杉謙信の関東方面の政治や軍事を助けた。 その武勇から、鬼やごろと称された。天正2年、父の隠居により、家督を継承する。天正6年に、献身死去によって、上杉氏の大家騒動であるお盾の乱が起きると、上杉影虎を支持して、越後国へ進軍し、上杉影勝の軍と各地で戦った。継承は、北条丹後神さえ討ち取れば、影虎はいかにもなるべしと敗下を嫉妬した。 天正7年2月1日、継承軍の武将、小田長重は、影広が、府中八万宮に賛同した帰りを狙い、数名の兵を連れて待ち伏せした。影広は、長重の槍を受け負傷し、それが致命傷となり死去した。影虎派の中心人物の一人であった、影広の死によって、求心力を失った影虎派は、離反者が続出し、敗北することになった。 なお、上杉謙信が影宏の父、高宏に宛てた書状によると、影宏は畠山義隆の未亡人を妻にしたとする説がある。ありがとうございます。